関船橋は、広島県広島市の天馬川に架か,かる道路橋。戦前からこの地区にある橋。両側歩道の橋脚付近が半円状のテラスのように、張り出している。湖岸にアンダーパスが整備されており、下を歩いてくぐれるが、潮位が高い場合には水没の可能性もある。上流に、広島市道筆致参考線筋の緑大橋。下流に、国道2号の新幹の音響がある。 東に行くと、広島市道横川エヴ線及び、広島電鉄エヴ線の交点、最寄りの駅は、広電船入町停留場となる。昭和初期に、住民要望により加境が決定、広島市議会で決議したものの予算の問題で、着工延期されていたところへ、1930年両岸の観音、船入町民が寄付を募り、それをもって工事費の一部に当てられることが決定し、 着工にこぎつけた。1932年7月に目標として開通した。1945年8月6日、原爆被災、爆心地から 1.25km に位置した。爆風により桁が歪んだが、通行には差し支えがなかったため、多くの避難者が渡り西方面へと逃げていった。しかし、同年9月の枕崎台風による水害により、落橋してしまう。 ちなみに、枕崎台風と10月の阿久根台風による水害により、天馬川が増水し、最上流付近に架か,かる横川橋を残して、すべての橋が落橋してしまった。1949年、広島平和記念都市建設法が公布、施行され、戦災復興事業として、最下橋が決定、1955年に幅5.5メートルの橋に架け替えられた。 1978年にカルー側に人道橋が併設され車道専用となっていたが、拡幅のため1994年9月に現在のものに掛け替えられている。ありがとうございます。